皆さんこんにちは。作曲家の西村直樹です。今日もウィナースタジオからお送りしています。今日2016年8月の23日火曜日、今日のスーファの言葉は意識のエネルギー、意識のエネルギー。今日の BGM はアルバム金子みすゞの世界歌の旅、この中から星とタンポポをお送りしています。歌は岡崎ひろみさんです。大正末期の天才と言われた童謡詩人金子みすゞ、山口県長門市の仙崎で彼女は生まれ育ちました。彼女が残した詩512編、その全てに7年半ほどかけて作曲をしました。そのうちの200曲余りがキングレコードから発売されています。今日はその中から星とタンポポを岡崎ひろみさんの歌でお送りしています。みすゞさんの詩は幼稚園、小学生、中学生、高校生、大学生、そして社会人、また定年をされたおじいちゃん、おばあちゃんとか、いろんな人たちのそれぞれの年代に応じての深い感動があります。その感動、それは単なる童謡という枠を超えてですね、とても宇宙、それを感じると思います。一度、皆さん詩とこの歌を聴いていただければ幸いです。それでは今日一日が皆様にとって素晴らしい一日でありますように。